水島コンビナートは、岡山県倉敷市南部の、水島臨海工業地帯立地企業を中心に、構成されるコンビナートである。水島コンビナート周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。2007年7月撮影の75枚を、合成作成。 水島臨海工業地帯の大部分を占める企業コンビナートで全国有数の規模を誇る。製造品出荷額は3兆3221億円で全国市町村で2009年第5位。厳密には複数の産業分野別、企業系列別のコンビナートが形成されており、総称して水島コンビナートと呼ばれる。産業分野としては、 石油化学コンビナート、鉄鋼コンビナート、自動車コンビナートなどが存在する。コンビナート関連企業は、水島臨海工業地帯の立地企業が中心となっているが、市内の周辺地区及び、市外の県南西部一帯など、水島工業地域外の企業も多い。水島臨海工業地帯では、国際競争力強化事業、 水島コンビナートルネッサンスにより石油生成、石油化学を中枢とした企業系列を超えた原材料等の融通がなされるなど近年の状況は変化している。2006年6月には新日本石油、生成水島製油所とジャバンエナジー水島製油所の一体的操業に関する検討の実施が発表された。2010年4月、新日本石油、 新日港ホールディングスの合併により JX ホールディングスが発足2カ所が一体となり JX 飛行、日赤エネルギー、水島製油所となった。2011年12月22日には総合特別区域法に基づく地域活性化総合特別区域に指定されている。今後、さらなる連携が加速され国際競争力強化を目指す。 有力コンビナートへの変貌が期待されている。なお、俗に、水島臨海工業地帯の別称として、水島コンビナートと呼ばれることもあるが、前者は、土地範囲の名称で、後者は、企業の集合体、組織の名称であり、同じではない。また、前述の通り道地帯の区域外にもコンビナート、関連企業が、数多く存在するため、その要望は俗称である。 ありがとうございます。